俺だよって声どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、レオジンと申します。モンスターハンターワールドアイスボーンやっていきます、よろしくお願いいたします。まあ前回の前々回に引き続きですね、ドラガン界でございます。まあ、前回はね、まあ、前回か前々回かちょっとわからないですけども、まあ、ドラガンという武器ですね、雷気重装ドラガンという、ラージャンのガンランスを、紹介したんですけども、こちらですね、はい。今回はそれの、まあ、最大限活かせれるんじゃないかなっていう装備を紹介していこうかなと思います。まあ、あくまでもね、僕が、まあ、こういう感じの装備の方が、まあ、ドラガン面白いんじゃないかなっていうぐらいなので、まあ、あくまでも参考程度に見ていただけたらなと思います。まあ、スキル構成こんな感じですね。まあ、攻撃7を今回採用しております。まあ、高い攻撃力を誇るドラガンなので、まあ、その良さをねもっと引き出そうではないかと。で、あとは、ガルルガグリーブと、まあ、攻撃を組み合わせることによって会心率が、攻撃はプラス5だったかな、 5% ですね。 5% と見切り2で、10%、なのでマイナス 15% というドラガンのね、マイナス要素を打ち消しております。まあ、それに砲術ガード性能と、つけて、あと切れ味に匠をレベル3採用して白ゲージを出して、さらに切れ味補正を使って攻撃力を上げているということで、まあ、攻撃力を上げて、あとは心眼ガード強化強靭研磨、まあ、ケアとして強靭研磨を使って切れ味の白ゲージを1分間止めて、まあ、使用していくような感じになっていくかなって思いますね。まあ、残念ながらちょっと回避距離アップがちょっとつけることができなかったので、ちょっとだけフットワークは重くはなるんですけども、まあ、その分ね攻撃力が重たくなっているので、まあ、いい感じのバランス良さなんじゃないかなと思います。なので、トータル750ですね、攻撃力が750の白ゲージの月砲撃拡散型レベル6なので、これでやっといい感じになったんじゃないかなと思いますね。まあ、他にもね、まあ、こういったものがいいよっていう、まあ、アドバイスなどがあればですね、コメントとかで教えていただけたら参考になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。装飾品はこんな感じでございます。まあ、鉄壁種2とかねいろいろ使ってますけども、やっぱ鉄壁攻撃種、まあ、これがね、たまたま手に入った時に、まあ、ドラガンに使おうかなと思って、まあ、この装飾品でやっとこれが作れたみたいまであるからですね。まあ、持ってる方はぜひ、まあ、使ってみてはいかがでしょうか。あとは匠さんとか、まあ、他にももうちょっと装飾品の種類が豊富な方なのであれば、もっとスキルを詰めることができるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そうですね、詰めること全然できるね。匠種2とかがあれば、まあ、隙間が空くわけですから、もうちょっとスキルが詰めれそうですけど、まあ、こんだけガバガバな装飾品でもこのだけ作れるので、まあ、ドラガン楽しく使えるんじゃないかなと。まあ、白ゲージの700ですからね、割と強いんじゃないかなと思うんですけどね。では早速こちらのドラガン専用装備でやっていきましょうか。はい、ということでやっていきましょうか。今回討伐対象はキリンですね。まあ、心眼あるし、まあ、月砲撃の相手にはちょうどいいんじゃないかなと思ってキリンを今回やっていきます。ガード強化も確かあったと思うんで、ちょっとあんまり覚えてねえやなんで覚えてねえんだよって話なんですけども、まあ、なんとかなるでしょう。さあ、早速スリンガー装填してから、あいつに会いに行きましょう。ちょっとカットします。さあ、会うことができました。おはようございます。さあ、ちょっと流撃砲最初ぶちかましてもいいですか。ほら、火属性結構通りやすいですからね、キリンは。待って、おぶね、奇跡的。お前は先に排除しよう。このしびれ罠がね、後から響くんですよね、ほんと。どうバックステップ、あぶよ。あー、ぶちかまし狙いたいっすよ、私。うわーい、ちょ、どこ登ったの、あんた。ぶちかましをしたいんですけど、私は。ちょっとどこ乗ってんの。そう、頭、そう、やっと乗れたよ。 OK。 さあ、起爆流行を頭に刺しておきて、追加ダメージを狙えるようにしておきましょう。 OK、 これで OK ですね。さあ、これで怒るので、さあ、ここからドラガンの真骨頂。あ、月のガード付きで一応40、でもこれ強くない、普通に突き砲撃で100何本ぐらい出てますから、起爆流行と合わさるとなかなかいい火力出てますよ、これ。ただ回避距離アップがないからちょっと近づくの大変やな。うわー、危ね。あとは流撃を撃つタイミングやな、どこで撃つかやな。 OK、多分流行砲の威力も結構いい感じだと思うんですよね。ちょっと頭部に刺してみてどうですか。
あー、41の99だーい。あら、これ流行法もいけんじゃん、こいつ。攻撃力高いから、そりゃそうか。攻撃レベルも高いから、あー、なるほどね。なんかなんとなくなんか分かってきたわ。結構本当にいい武器かもね。意外とやっていくと割と面白いかも。流行法がいけますね。なのでちょっとね、もっと忙しくなってきますね。大丈夫、これいける、いける、よいしょ。あ、待って、うわ、よし、いけへんかった。打ち消しのも、よかった、あいつひるんでくれてよかった。雷やられはね、嫌です。気絶しちゃうから嫌です、僕は。あい、ほら言ったじゃん、ほら言ったじゃん、気絶になるって。旦那さん、しっかりな、しっかりしてるわ。ちょっと一旦回復しましょう。回復の儀式をします。起爆力を頑張って耐えてくれ。横移動ですか、それ。 OK、 はい、ダウン。 OK、 素晴らしい。これはちょっとスリンガンもらいたいですね。これはスリンガンもらいます。はい、これはスリンガンもらって正解でしょう。よし、さあ追いかけようか。復活、俺だよ。さあ来いや。もうすぐ起爆流行がなくなりそうなんで、刺したいっすね、どっかのタイミングで。なくなっちゃったなぁ。難しい、それは難しい、そこのタイミング。さあ救難よろし出して、ちょっとね、打ち消しは飲みたい。雷やられは本当に嫌です。スリンガーじゃねえや、あのクラッチやられが起きた場合か、ダウン狙った時に起爆力をっていうのを決めた方がいいね。うん、もうさあ来い。いやいや、当たるんですか、そこ。当たらないと思って俺やってたのに。当たるんだ。救援ののろしは、救援ののろしはもう出したやろ。あー、頼むよ、出してくれ、ちゃんとしっかり。くそ、俺はね、それを待ってたんですよ。ただね、これね、滑るんだよな、ここね。わかるわ。滑るんだよな。スパ流撃砲だったかな、今の。坂の時はやっぱ入力が難しい。あ、でもまあいい火力やね、本当。攻撃なのが偉大だね。攻撃上げてなんぼやったわ。乗りたいっすね、じゃあ。それ。後ろ。いやー、流氷。俺は逃さない、そのチャンスを。よいしょ。あ、起爆力を刺してーなー、これ。起爆力を刺したいでございますね。あー、オッケー。やっと刺せた。やっと来た、味方が。遅い遅い、来るのが。遅刻ですよ、遅刻。起爆力を挟んだ時の突き砲撃でマジいけてんだ、これ。まあ、ドラガン確かにちょっとね、難しい武器ではあるんですけども、ちゃんと装備組めばやれるじゃん。これはマムタルトの武器とか楽しみですね。拡散力でこれでしょ。前ステップして、前ステップして。あ、ダーン、ちゃんと位置確認してね。いやー、ほんとは流行法も打ちたいんですけどね。これは無理だね。はい、ガセーゴは伊達じゃない、ノックバックしません。うん、ここから流行法狙っていきたいんですよね。マイステップベホー、待ってください。危ないな、ガセーゴなんだよな、そこは。ちょっと離れよう。一旦離れましょう。無理しない、私無理しない。皆様、危ない危ない、怖い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 。あ、横を来た。はい、危ないな、もう。しっかりガードね。怒ってないね、ぶちかまし。チャーンス、石ころがどっかにあったはず。ゲッツ、そこ、そっち向いて、はい、チーズ。よし、OK。これは起爆流、これは流行法チャンス。早めに投下。よっ、あー、いい角度、エース。危ねえ。
あ、逃げます？そっちに。マジか。もうちょっとで倒せそうと思ったんやけどね。行きましょう。よし、たどり着いたぞ。これぶちかましした方がいいのかな。なんかここら辺はかました方が良さそうではあるな。なんかでも当たった。オッケーでーす。さあ顔にぶち込みましょう。そう、流行法をね。いや、吠えるでしょ多分。あ、やっぱり待って、くわー、待って、そんなんやめてよ、ほんと。やつ、前しっかり。45でしょ、45と。普通に強いと思う。あ、ベス。あれ、なんで避けれんかったんだ、今のこれ。はい。クラッチ来てましたね。よし。えらい。そら。あ。よかった。なんとか討伐できました。まあ、ちゃんと装備組めば、ドラゴンも強いね。本当、拡散力の月ループはやっぱ伊達じゃないですね。本当に強いわ。うん。まあ、必須なスキルとか、やっぱ欲しいスキル、まあ、皆さんそれぞれあると思うので、結構装備組むのは大変なのと、まあ、装飾品がある程度種類がいるっていうのも、ちょっとね、ネックかなとは思うので、まあ、気軽さで言うと、やっぱり、あれかな、集中とか乗せたら火力が出る放射型の方がいいね、いろんな方が作りやすいかなと。まあ、ドラガンはしっかりともドラガン専用の装備として、もうはっきりともうドラガンだけっていう装備を作った方が、まあ、最大限活かせるんじゃないかなと。まあ、拡散力はなんかあくまでもなんかマムタロトの追加のためにちょっとあえて少し実験的な意味を込めて多分なんか作られた感がすごいので、まあ、マムタロトの、マスターランクバージョンが出たらまたちょっと変わってくるのかなといったところですね。それではリザルト画面までいきましょう。はい、ということでリザルト画面です、ね、鎧玉がたくさん出て俺は嬉しいです。ではご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。